どうも皆さんこんにちは、ドズルです。今日はですね、相手の、攻められたリプレイ、防衛リプレイを見ていきたいと思います。クラン対戦なんですけれども、見てください、このユニットのレベル。相手がですね、ヒーローレベルも含めたもう全てのユニットがレベルマックスの人がいて、まあ、その人にね、うちのクランの人が攻められた、リプレイを見ていきたいと思います。ユニット編成が結構面白くて、ゴーレム2体とペッカ5体ですね。かなり、重量級の、攻めになってるんですけれども、非常にね、この重量級が崩れないんですよね。そのもうゴリ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 、なんていうんですかね、もうひたすら、破壊されて終わってしまったみたいな、そんな印象を受けました。まあ、見ていきましょう。結局 100% 取られてしまうんですけれども、これね、もう援軍処理、こんな援軍処理しやすい場所に、置いてるのに、援軍処理もせずにですね、もうただゴーレムとペッカ5体、そしてね、ウィザードを後ろから出すだけといったね、もう非常にオーソドックスな、まあ、戦術ですよね。このベースね、結構良くて、その中にね、なかなかユニットが行かないようになってるんですよ。なんでね、今ね、ペッカを分断することができましたね。このね、横にそれたペッカたちもやっぱ強いんですよね。かなり強いです。やっぱね、ペッカレベル5はね、もう本当に強いと思いますよ。この人ね、かなり、フリーズを、贅沢に使ってましたね。いやー、このユニットレベルになるともうタウンホール9とか、もう朝飯前って感じですかね。見てください、この贅沢な使い方。クロスボウを止めるためだけにね、フリーズを使うという贅沢さですよ。この人ね、援軍にラバを入れてるんですよね。これもちょっと後で話したいと思うんですけれども、見てください。またこの贅沢なフリーズを2連発。フリーズってね、やっぱりインフェルノタワーを止めるためが一番効率いいかなとは思うんですけれどもね、どうなんでしょう。結構ラバに、苦戦してますね。これででもまあ足を止めることはできたんですけれども、まあ、そのまま押し切られてしまって、レベル40のアーチャークイーンも無傷ですね。ゴーレムも2体ともまだ割れてません。いや、やっぱ硬いですね。ペッカはね、なんとかやっつけて、ババキンもなんとかやっつけれたんですけども、このゴーレム2体とね、アーチャークイーンのこの、黄金タックは崩れませんでしたね、最後まで。といった感じで、100% あっさり取られてしまいました。やっぱりね、このユニットレベルが相手にいったら仕方ないです。はい。まあ、この人もうちの、クランで、かなりね、上位の方の、人なんですけれども、あっさりね、星3つ取られてしまいました。でね、一つ話したいのは、そう、援軍のユニットですね。まあ、ゆっくりね、このリプレイでも眺めながら、さっきね、ラバハウンドをね、この人使ってるって言ったんですけども、ラバハウンドの防衛援軍、最近ちょっとね、いろいろ見たりもするんですよ。その、ちらほら見るなっていう気はするんですけども、実際ね、どうでしょう。その、ラバハウンドってね、地上も空中も、空ユニットにも、攻撃できるので、まあね、援軍としてはなかなかいいのかなと思ったりもしたんですけれども、もう体力もかなりありますよね。なんでゴーレムを入れるよりは、まあ、確かにラバハウンド入れた方が相手の時間稼ぎにはなると思います。ただやっぱりね、ゴーレムもね、ラバハウンドも同じことが言えるのは、攻撃力がかなり低いですよね。うん、攻撃力低すぎるんで、まあ、ラバハウンドに関しては10とかそこらじゃないですか。なんでやっぱりね、10そこらをだともう本当攻撃ないに等しいんで、やられっぱなしのサンドバッグですよね。まあ、そのサンドバッグで時間稼ぎするのか否かっていう話なんですけれども、まあ、ラバハウンドが逆にその防衛援軍として役に立つとき、うん、どういったときに役に立つかっていうと、まあ、自分いろいろ考えたのが、例えばそのホグラッシュですよね。ゴルホグとかするって決めてやってきたときに、その援軍処理ユニット、うん、援軍処理をするためのユニットでは処理できなかった場合、その時はもう厄介ですよね。ひたすら上から攻撃してくれる ラバハウンドはかなり心強いと思います。ただね、やっぱりなかなかそのウィザード何体かで処理できちゃうと思うんですよね。まあ、ウィザードも体力、まあ、ちょっとあるし、まあ、ラバハウンドの攻撃力から考えるとね、ウィザード釣ってしまえばね、ウィザード数体で、まあ、処理できちゃう
ラバハウンドは防衛軍としてはちょっとどうなのかなという気はしますね。まあ、今回のように結構足止めはできるとは思うんですけれども、まあ、足止め以上のことはしてくれないかなという気はします。ということでね、まあ今日はかなり、ハイレベルなね、ユニットレベルの、攻めを見たと思うんですけれども、いかがだったでしょうか。まあね、自分もね、これぐらいのレベルになったらね、もうバシバシブイブイ言わせたいですけれども、まだまだちょっと遠いですね。はい、タウンホール10ももうちょっとかかるかなといったところなんで、まあ、ヒーローレベルね、地道に上げていくしかないのかなという気がします。はい、皆さんもヒーローレベルね、頑張って上げていきましょう。では今日はこの辺で。バイバイ。